医学部あるある。実習中に病気見つかりがち。これありますよね。医学部生って実習の時、勉強のためにお互いに超音波検査しあったり、耳の中とか鼻の中とか見合ったりするんですよ。つい先日友達が超音波検査を先生にされた時に、先生に、君胆のうポリープあるねっていう風に指摘されてましたね。まあでも基本的には経過観察で問題ないと。まあ人間頭から足の先までたくさん臓器がありますから、どこかしら異常があってもおかしくないですね。僕もつい先日喉の奥見られて、あれ先生、慢性疲労症候群じゃないっていう風に言われましたね。受験生はしっかりと寝ましょう。はい。はい、どうも皆さんこんにちは。スターディーの河野玄斗です。今回は超特別講義、最強の同知性ということで、同知性について深く掘り下げていこうと思います。本日は普段何気なくやってるような式変形、これについて本当にちゃんと理解していますかということを再確認していただけたらなと思います。今ご覧になっている方の中には、高校数学全パターン化奇跡領域編、ここから飛んできてくださった方もいると思うんですけど、本当に同知性、これを意識するかしないかで奇跡領域の見通しが大きく変わるので、もう天と地の差ぐらい変わるので、ぜひしっかりと学んで今後に生かしていってもらえたらなと思います。ということで、それでは早速やっていきましょう。はい、それでは早速やっていきましょう。今回は超特別講義、最強の同値性。今回扱う問題はこちら。次の連立方程式を解け。 2x プラス y イコール10、 x 2乗プラス y 2乗イコール25。どうですか？ご覧になっている方の中には、なんだ簡単じゃんと思っている方も多いと思うんですけど、これを解く過程の中で非常に重要なエッセンスが詰まっているので、ぜひそこら辺をチェックしてみてほしいですね。これを解けるかどうかっていうのと、重要なエッセンスをちゃんと理解しているかどうか、これは大きく違うので、ぜひ学んでください。はい、ということで問題、この連立方程式を解け。連立方程式の解き方の基本、これは大丈夫ですかね。一文字消去と。で、その手段として代入法があると。手段なんですよね。だから文字を消去していきたいということで、その文字を消去どうやってしたらいいのかなっていうことで、その代入法っていうものがあるというわけですね。今回で言うと x と y、 このどっちかを消去したいから、丸1を y イコールマイナス 2x プラス10というふうにして、 y を丸2に代入すると。そうすることで文字が消去できたというわけですね。で、あとは x についての二次方程式なので、あとは以下のように展開して5で割って因数分解して x イコール3と5というふうに求まります。で、あとは x イコール3、5出たものを丸1に代入してあげれば、 x イコール3の時は y イコール4ですよね。 x イコール5の時は y イコール0ですよね。はい、終わりっていうことですよ。答えが出た、嬉しいっていう感じですね。はい、以上です。っていうわけにはいかないんですよ。x イコール3、5を一旦丸2に代入してみましょうか。そうすると x イコール3を代入すると、y2 乗は16になりますよね。 25-9 で。そうすると y イコールプラスマイナス2になりますよね。で、 x イコール5の時 y イコール0。あれ？なんか違うぞってなりますよね。この x イコール3、 y イコールマイナス4、この場合が多いんですよ。どっちが正しいんですかね。これをしっかりと学んでほしいと。まあ結論から言うと、こっちが正しい、丸1が正しいんですけど、なんで丸2に代入したら正しい答えが出てこないんですかっていうことをしっかりと説明できるかっていうことがポイントなんですよね。じゃあ一旦集合の話にちょっとシフトしましょうか。今 A ならば B っていうものが成り立ってる時に、 A ならば B、 A と B ってどういう関係にありますか？これはズバリ A よりも B の方が大きくなってるんですよね。つまり AA ですよっていうことが分かったら、絶対 B ですよね、これ。だって A は B に含まれてるわけだから、 A だって言ったら、じゃあ B でもあるねっていうことは絶対言えるわけですよね。はい、ということで A ならば B っていうのは大きくなるんですよ。どんどん大きくなる。この A ならば B って変形すると大きくなるっていうことがすごくポイントになってくるんですよね。変形していくと大きくなる。 A ならば B、 B ならば C、 C ならば D ってやっていくごとに、A、B、C、D ってどんどん大きくなっていく。これをしっかりと押さえておいてほしい。はたまた A と B が全く同じでも A ならば B というふうに言えますよね。全く一緒の場合があると。はい、で、これは A は B の十分条件だというふうに言うことは、センター試験レベルでしっかりと押さえておいてください。 A って言えれば、まあまあ B だよね、そりゃっていうふうに言えるじゃないですか。 A って言えばもう十分十分、 A 以上もう言わなくていいから、もう B だからっていうことが分かるっていうことで、 A は十分条件なんですよね。まあ逆だったら必要条件っていうことは復習しておいてください。ということで、今回のポイント、
常に同時性を意識して式変形するべし。これはどういうことか。それは A ならば B っていう風に式をどんどん変形していくと、どん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 集合が大きくなっていっちゃうんですよね。だから最初の問題で言うと、X イコール3と Y が4、X イコール5、Y イコール0。この2つが本来の答えである。本来の解の集合であるにもかかわらず、変形を積み重ねていくことに、X イコール3、Y イコールマイナス4っていう新しい別のものが付け加わって、集合が大きくなってしまったっていうことが今回のからくりなんですよね。ということで、それを防ぐためにはどうしたらいいのか。常にこっち、その、大きさが変わらないような変形を積み重ねて答えを求めてあげる。っていうことが必要になってくるんですよ。これが同値ってことですよね。A と B が同値であると。A と B のサイズが同じだったら A と B は同値であると言って、この同値であるっていうことを常に確認しながら一個一個式を変形していってあげる。これが重要だということなんですよ。ということで、今回の問題で言うと、まず 2x プラス y イコール10。これを変形して y イコールマイナス 2x プラス10。で、丸2に代入しましたよね。で、x イコール3、5が出てきたと。で、この丸1、丸2と同値なものっていうのが、丸1と丸3なのか、丸2と丸3なのか、どっちなのかっていうことなんですよ。つまり、丸1と丸3だったら、丸3から出てきた x イコール3、5っていうのを丸1に代入して、丸1、丸2と同じものが得られるはずなんですよ。一方で、丸2、丸3と同値だった場合は、丸3で出てきた x イコール3、5を丸2に代入した解が、そのまま丸1、丸2、最初の連立方程式の解に対応するわけですよね。ということで、どっちなのか。で、結論から言うと、丸1、丸3だと。で、これがポイント。代入すると、代入元の式が残る。これ超重要なんで、必ず押さえておいてください。星5つ。はい。で、代入すると代入元の式が残るということで、丸1と丸2がありますよね。で、丸1の変形した丸1ダッシュを丸2に代入したんですよ。丸1と丸2の式があって、丸1を丸2に代入したと。丸2が丸3に変換されたわけですよね。そうすると、丸1、代入した元の式、丸1っていうものが残って、丸2がそのまま丸3に変わってあげたっていう感じですね。ということで、丸1が丸2に代入されたってことは、丸2が丸3に変換されたわけですよね。そうすると、この代入元の丸1、この式が残って、丸1、丸3、これが丸1、丸2と同値になるということが言えるわけなんですよ。代入元の式が残る。代入元の式が残る。大事なことだから2回言いました。代入元の式が残る。あ、3回言いました。はい。代入元の式が残る。はい。4回言いました。はい。一応、代入元の式が残ることの説明。二変数関数の場合は、y イコール fx と gxy イコール0っていう風な連立方程式があった場合に、これここに代入しますと。そうしてあげると、y イコール fx。この y の部分に fx が代入されるので、こういう風になりますよね。これは、この右側の矢印の場合。この左側の矢印も成り立つっていうことを確認してあげると、y と fx は同じものなので、fx に y を代入してあげれば、はい。この左に戻りますよね。つまり、右にも行けるし、左にも行ける。だから、当然同値だというふうに言えるわけです。代入元の式を残しておけば、こいつがこっちにも行けるし、こっちにも行けるしっていうような、双方向に移動することは担保されるわけですよね。ということで、これが一応代入元の式が残ることの説明でした。ということで、今回の問題で言うと、丸1、丸2。これは同値なのは、丸1ダッシュと丸2。まあ、これは当たり前ですよね。丸1と丸1ダッシュ。変形しただけなので。で、その丸1ダッシュを丸2に代入すると。そうすると、丸1ダッシュ丸2。この丸2の部分が丸3に変形されて、代入元の式が残るわけなんですよ。代入元の式が残る。つまり、丸3で出てきた x イコール3、5。これを丸2に代入する。それはナンセンスなんですよね。だって同値じゃないから。同値なのは、丸1ダッシュと x イコール3、5。これが同値だから、丸1ダッシュに代入するのは当たり前。たまたま、その丸1ダッシュの方が簡単だから、代入したら簡単だからっていう理由で代入するわけじゃないんですよね。ということで、x イコール3、5を丸1に代入するのは必然だというわけですよ。たまたま、ああ、こっちの方が簡単に計算できるからなっていうわけではないということをしっかりと押さえておいてください。はい。ということで、まとめ。A なら、B と変形するときは範囲は大きくなる。大きくなっていくんですよ。だから常に同値を意識して式変形するべし。同値であることを常に確認していくことで大きくならずに済むというわけですね。で、代入したら代入元の式が残る。だから今回の場合で言うと x イコール3、5を丸1の式に代入するのは必然的なものだったということになるわけですね。はい。ということでこのまとめは超重要なのでしっかりと復習してください。はい。ということでこんな感じで同値性について解説してきたんですけど、もっと具体的に同値性が問題になってくる場合っていうのがたくさんあるんですよね。ルートとかね、両辺を二乗する場合とか、
絶対値とか、結構ややこしい場合がいろいろあるんですけど、とりあえずは同値っていうものがあるんだ、だからそれを意識しなきゃいけないんだなっていうことを常に考えてもらえるといいのではないかなと思います。だからその参考書とか読むとき、ルートみたいなものでルートを外すとき二乗するといった場合に、両辺が0以上であるっていう条件が書いてあると思うんですよね。で、なんでそれが書いてあるんだろうっていうふうに思う方もいると思うんですけど、それっていうのは同値っていうことを担保するためにその一言が付け加えられてるんですよ。そんな感じで、実は厳密に同値っていうことを意識していくと、いろいろなところでちょっとした一言が必要になってきたりするので、そういったものを意識できるようになる、その最初の足がかりとして今回の講義を使ってもらえたらなと思います。で、この代入したら代入元の式が残る、これっていうのは奇跡領域の問題を扱う上ですごく重要になってくるので、これについても理解しておいてください。ということで、高校数学全パターン化の奇跡領域編から来た方は、この同値性をその前回やった存在条件、その逆造法的考え方にうまく融合させて、どんな問題でも解けるようにしていこうと思います。で、他の方もぜひ奇跡領域編、そちらの方もぜひ見ていただけたらなと思います。はい、ということで今回はそんな感じで終えようと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。